クランプ学園探偵団は、クランプの少女漫画作品、及び、それを原作とした、テレビアニメ。漫画は角川書店、月刊、アスカ、ミステリーデラックスで1992年1月号から1993年10月号まで、連載された。全3巻。テレビアニメは1997年5月3日から10月25日まで。 毎週土曜日の朝7時30分マイナス8、00にテレビ東京で放送された。全26話。関東地方のみの放送だったが、後にキッズステーションなどでも放送されている。翼、レザーベオークロニコルマイナスで、本作からは、ザン、スオー、レイなどが登場している。クランプ学園は、他のクランプ作品の舞台としても複数回、登場している。X。 二十面相にお願い。ハ破ン星戦記、学園特計デュカリオンにもリンクしている。なお、クランプ学園自体の商業史書室は二十面相にお願い。である。二十面相にお願い。学園特計デュカリオンと共に、クランプ学園三部作と呼ばれ、クランプがスピンオフ作品に初めて挑戦した作品である。生徒会役員の優秀な少年らが探偵を結成し、 学園内のトラブルを解決するというコメディ作品。妹の山財閥が資材を投じて作った巨大学園都市クランプ学園。その妹の山財閥の末息子である妹の山山ん率いる初等部学生会が世のすべての女性の力となるためクランプ学園探偵団を結成した。二十面相にお願いのエピソードや学園特刑デュカリオン。 不思議の国のみゆきちゃんなどのキャラクターが登場している。サブタイトルは第1話を除き、映画のタイトルから付けられている。作詞、岩里幸穂、作曲、編曲、菅野陽子、歌、坂本麻也翼、ホリックドラマ CD、私立法律馬学園、バレンタインデーでドッキドキ。での舞台、私立法律馬学園も、設定がクランプ学園と似ている残は、 学園特計、デュカリオン、スオー、なぎずなは、グン星戦記、霊、シ心は、二十面相にお願い。で登場している名字の由来は、クランプの意味イコールジャガイモの山から実際、小学生で、段位は取得できない。ありがとうございます。